我々の常識を超えた大食いの新井さん、やはり普段も大食いなのか。新井さんの一日は早速食で始まる。プロテインを牛乳で溶いたもの、そして固形の栄養食、これを始まりとして、一体どれほどの皿が食卓に並ぶのか。朝から豪快な食いっぷりを期待していたが、たったこれだけしか食べないんですか。1日全くこれだけの食事しかしないっていうわけじゃないですから、夜は毎日22枚ぐらい食べてますし、それもある程度のパターンで胃ができてきたかなっていうのは気がしますけど、だからあえて朝も大食いしなくてもいいんじゃないかっていうの。プロテインの栄養を吸収させるためトレーニングを開始した新井さん、フードバトルはもはやスポーツといっても過言ではない。己の胃袋の限界と戦い続けるには基礎的な体力と精神力が必要となる。そこで彼は日頃の鍛錬によって、皿と箸を持つだけではあまりあるほど研ぎ澄まされた肉体を作り維持しているのである。午前中たっぷりと汗を流した新井さんは、空腹でうずうずした胃袋を沈めるために近所の定食屋へと向かう。どうこんにちは。席に着くとすぐに、もうカツカレーライスと、はい、ハンバーグライス、はい、それから味噌ラーメン、はい、お願いします。普段の生活でも大食いする新井さん、月の食費は、朝昼晩食べた時は一番行ってた時で30万ぐらい行ってましたんで。どうもお待ちどうぞ。 ありがとうございます。すいません。新井さんにとって食費は一番の悩みの種。以前はバイキングに出かけて行って空腹を満たすこともあったが、店員から嫌な顔をされるため二度と同じ店には通えない。今では自分なりに食費を抑え、これでも我慢をしているが、一度食べ物を口にするとついつい抑えが効かなくなる。嫌ですね、やっぱり。ゆっくり食べてるつもりなんですけど。意識して早く食べてるわけじゃないの。じゃないですね。もはや形相はフードバトルそのもの。こうなるともう誰にも止められない。あとカキフライライスと、はい、それからちょっとヒレカツライス、はい、はい、お願いします。大盛り3人前平らげているのにまだ食べるんですか。大体お昼毎日こんな量食べるんですか。そうですね。毎日、はい、まあ、普段は家ですとご飯とか麺とかだけじゃなくて、最初にパン食べるんですよ。パンとか麺とかご飯とか組み合わせて食べてますね。周りのお客さんや定食屋のご主人があっけに取られているのもお構いなく、新井さんのエンジンはフル回転。もう胃袋を抑えるのに必死。そしてお皿から離した目が見つめる先は、ひょっとしてまさか五目そばお願いできますか。はい。結局6人前平らげ、昼食代は4680円なり。毎日届くファンレターのチェックは欠かせない。ファンの中には食べることで悩む女性たちも多いため、励ましの返信もまめに行っている。夕方スーパーで買い物をする新井さん、少しでも食費を抑えるためには閉店間際の特売品を片っ端からまとめ買い。でもカゴに入ったものは全てその日の夜に食べる分だという。食べ物を見る目つきはまるでハイエナのよう。まだ足りないとばかりに次から次へとカゴの中へ。はい、中断します。はい、8931円になります。これでおよそ20人前8931円なり。節約のために仕方なく始めた自炊、しかしいつか料理の腕前は上がり、今やプロ並み。ちなみに今夜食卓に並んだのはお米を合わせて5合分使ったうな重と海鮮丼に始まり、鍋焼きうどん2つにあんパン30個、シュークリーム、サラダ、果物などなど、美味しそうなメニューが並ぶのに最初に口にしたのはなぜかシュークリーム。新井さんはまず甘いものを食べて満腹中枢を刺激させておいてから、改めて20人前の料理を頬張り始めた。これは
フードバトルを想定して満腹の限界に達した時、そこからさらにどれだけ食べることができるか試しているのだ。彼の夕食はいつもわざと苦しい場面を作り出したトレーニングの時間でもある。バトル本番以上に念入りな咀嚼も続く。応援してくださってきた方々にそのいつまでもそういう感謝の意味を込めて画面上で頑張る姿を見てもらうっていう、それでまあ元気になってもらえばっていうのが自分のポリシーです。それは崩したくないです。